さあ待望のユーロ24グループステージ初戦、両チームはどのような試合を見せてくれるでしょうか。どんな結末になるんでしょうか。 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。 BVB スタディオンドルトムントへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。ご覧いただくのは UEFA ユーロ2024グループステージの第一戦。イタリアが強烈なシュートがバーに弾かれました。外れたとはいえ積極的に狙っていったのは評価できます。イタリアのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはドンナルンマ、ダルミアンとバストーニがセンターバックに、ジョルジーニョとバレッラが中盤の真ん中、前線にフォワードを3人置いています。3トップの形です。豪快なシュートでしたが、ボールはわずかにクロスバーを越えていきます。ロレンツォ・ペレグリーニ、ここでキエザ、スカマッカ、1対1です。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。さあ注目のキエザ、この試合でもスタジアム中から熱い視線も注がれています。ペースの変化のつけ方が独特ですね。一気に何人も抜き去る様は爽快です。ボールを渡してしまいました。思い切って狙ってきましたね。しかしこれは少し浮いてしまったようです。ロレンツォ・ペレグリーニ、キエーザ、バレッラがボールを持ってアタッキングサードへ。1点リードにできるか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。攻撃を断ち切れていない。入った、ゴールです。キーパーは最初のシュートに素晴らしい反応をしたものの、2度目はさすがに止められませんでしたね。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため、相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。アルマンド・ブロヤ、このシュートは高すぎます。
この位置からチェックされています。ペレグリーニ、キエーザ、ボールを失います。危険な位置です。緊張感が増してきます。まだプレーは途切れていません。同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。ドリブルで進んでいます。これはチャンスです。ここは痛恨のミス。リードを広げるチャンスをものにできません。あれを決めておけばこの後の展開も楽になったんですけどね。まあ本人が一番悔しいでしょう。ちょっと滑ったのでしょうか。相手に渡ってしまいました。バレッダ、ドリブルで持ち込んでいます。シュート、強烈な一発を放つもクロスバーをかすめていきました。さあ自ら持ち込んでいく。かわした。さあどうする。ボールはバーの上を越えました。アスラニ、ここで取り返します。味方がフォローに来ています。ネディム・バイラニ、カウンターも狙えます。ディフェンダーを抜いた。カウンターで掴んだチャンスを無駄にしました。これはもったいない。タイミングが早すぎたんでしょうか。しかしこのカウンターは相手にとって脅威ですよ。バレッラ、キエーザ、バストーニ、イタリアの形がいいですよ。イタリアから相手にボールが渡ります。ネディム・バイラニ、相手チームがボールを持ちます。ロレンツォ・ペレグリーニ、カウンターアタックのチャンスです。ロレンツォ・ペレグリーニ、振り抜いた。キーパーが外に弾き出しました。
ブロヤ狙ってきた。ゴールキーパーが楽にセーブしました。自らボールを持ち込んでいきます。サポーターの期待が高まる。ゴール、これで2点差です。これで試合運びもさらに有利になるでしょう。これだけ威力があるとキーパーは反応するだけでも精一杯でしょうか。蹴った方を褒めましょう。味方につなぐこともできます。1対1のチャンス。このシュートは簡単に止められました。チエザ、シュートまで持っていきたい。最後は1対1でしたがキーパーに処理されました。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。シュートだ。まだ攻撃は続きそうです。来た。いい流れで来てますからこの機を逃さないようにしないといけません。キエーザ狙ってきた。ボールがこぼれました。クリアできるか。あと誰か反応しているか。イタリアのボールです。ペデグリーニ、シュートを打ってきた。決まった。これでリードを2点に広げました。強烈なシュートを叩き込みましたね。キーパーはノーチャンスといった様子でした。シュートは大きく横にそれました。バレッダ、ゴールに向かっています。強烈なシュートがバーに弾かれました。外れたとはいえ積極的に狙っていったのは評価できます。
エルセイド・ヒサイ。このパスは通しません。ここは味方を使います。クロスバーの遥か上を飛んでいきました。アディショナルタイムが3分増やされましたね。ネディム・バイラム、ドリブルで持ち込んでいます。決めに来た、入りました、ゴール。相手に押されていた状況で逆にゴールを奪いました。そうですね、訪れたチャンスをきっちりと生かしてきました。前半が終了しました。ハーフタイムです。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。キエーザ、イタリアの形がいいですよ。打った、これはボールが暴れたか。どうなるかと思いましたがしのぎ切りましたね。ボールはイタリアへ。このシュートは枠に飛びませんでした。バレッラ、さあシュートを求める大歓声。ここはキーパーが処理します。いい位置でインターセプト、チャンスになるか。強烈なシュートでしたがこれは精度を欠きました。あそこでシュートの判断はありだと思いますが、せめて枠に飛ばしてほしかったですね。ドリブルで侵入していきます。ペレグリーニ、バレッラに渡る。このシュートは明らかにミスでしょう。
これはどうなりますか。ゴールを狙うもボールは横にそれています。アスラニ、ジムシティ、被災に渡った。ラマダニ、ネディム・バイラニ、シュートだ。ゴール、同点です。2点のビハインドからチームは完全に息を吹き返しました。得点が多く入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。危険な位置です。緊張感が増してきます。観客からのシュートコールが響く。このシュートはわずかに入りません。残念でしたが、あそこは打たないとサポーターががっかりします。試合終了まであと30分あります。ドリブルで果敢に攻め込みます。このシュートは高すぎます。選手を変えてきますね。シュートだ。続いています。厳しい状況でしたがよくしのぎました。枠に阻まれるとはついていません。勝ち越しのチャンスだったんですけどね。おっと、まだ次がありそうです。ここはカウンター。ジョルジーニ、バレッダ、ペレグリーニ、スペースを見る。キーパーと1対1でしたが大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。相手チームがボールを持ちます。シュートでしたね。わずかに枠を外れていました。力強いタックル。どこまでドリブルするのでしょうか。これはゴールキーパーが処理。シュートが正面でした。自陣内で相手のマークに合っています。キエーザ、さあイタリアが仕掛けていこうかという場面。サポーターも声援でキエーザのゴールを後押しします。コーナーです。ディ
リードが欲しいところ。これはあるか。これはまだありそうですが、クリアして危機を出しました。キエザ、危ない場面でしたがカットしました。カウンターも狙えます。アスラニ、ちょっと力を込めすぎたのか、シュートが少し浮いてしまいました。ペレグリーニがボールを持ってアタッキングサードへ。バレッダ、打った、豪快なシュートでしたがこれはわずかにバーの上。前を向いてボールを運んでいきます。強烈なキックでしたがこのシュートは枠に飛びません。ちょっと無理に打ちすぎたようにも見えました。これはスローインになります。ネディム・バイラン、この攻撃が最後のチャンスとなるか。ゴールを割れれば決勝点です。これはキーパーがセーブしました。試合スタート。相手を抜いてきた。シュートは枠の外。ドリブルで相手を揺さぶります。身を挺してブロック、危機を脱しました。ペレグリーニ、パスは通さない。さあ同点のまま残り時間がなくなってきました。ここで勝ち越しのチャンスを作り出せるでしょうか。最後はキーパーが阻止しました。サポートの選手がいます。ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、強烈なシュートがバーに弾かれました。外れたとはいえ積極的に狙っていったのは評価できます。
レグリーニ。入っていれば決定的でした。これは悔しい。どちらのチームから見ても今のは試合を決めかねないシュートでした。シュート自体は悪くはなかったですよ。これはキーパーのミス。パスは相手にカットされます。時間がなくなってきました。勝ち越すためにもここでうまくチャンスを作りたいですね。クロスバーだ。ここはなんとかしのぎ切りました。ペレグリーニ、クリスタンテ、キエザ。このボールは止めただけ。クリアできるか。レフェリーの判定はオフサイドです。アスラニ、味方もサポートに来る。この時間ですからここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。狙った。同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。ディフェンスはヒヤッとしたでしょう。ドリブルで前に運びます。これはキーパーが処理します。ペレグリーニ、ここでキエザ、相手を抜きました。ジョルジーニョ、試合終了のホイッスル。ここは両者引き分けという結果に終わりました。どちらのチームにもチャンスはありましたが、実力が拮抗していて甲乙つけがたい内容でした。まあ引き分けに終わったのも納得でしょう。